こんにちは。早速じゃあ商品紹介動画、はい、ちょっとやっていきたいと思います。お願いします。24年の、春の新作アイテム、本格的な立ち上がり、まあ、品揃えがぐーっとこう揃うのは2月の、まあ、中旬、3週目ですね、2月の16日なんですけども、2月に入ったのでちょっとそれに先駆けて、一部ちょっと春物が登場し始めると、季節物っていう感覚で今回この週末このアイテムをご用意したわけじゃなくて、コンフェクトが、まあ、割と大事にしてきている素材だったり、コンフェクトのスタンダードの商品にしていこうっていうちょっとアイテムを今週末はご用意しております。で、その中でも、まあ、気持ち的に、まあ、かなりこう待望のアイテムっていうことで、今日は、リネンキャンバスのジャンプスーツ。これをちょっと取り上げて、ご紹介していきます。はい、ジャンプスーツは、2021年に初めて、まあ、ご用意しております。その際もバンドカラー入りでシャツとパンツをこうつなげたようなタイプでご用意したんですけども、まあ、その時ともう考え方はもう同様に、コンフェクト の、まあ、あのトップス、まあ、これシャツ型を今回あの襟型もポケットも、作ってるんですけども、シャツとパンツをこうつなげたようなあのジャンプスーツを作ろうと、まあ、今回も引き継いでそれをやってます。ジャンプスーツっていうとオールインワンでこう作業服、あとはミリタリーウェアのジャンルによく多分あるタイプがあると思うんですけども、自分たちはそういうものを、モチーフにして作るっていうよりは、どちらかというとこうシャツがあってパンツがある、これをこう上下つなげようっていう感覚であの作っております。ただところどころ、まあ、ちょっとこのワークウェアの雰囲気、まあ、こういうカフの仕様であったりとか、真四角なポケットであったり、まあ、前立て肥沃、まあ、このあたりにちょっとそういう要素をところどころちょっと落とし込んでいるっていう感じになります。素材はリネン 100% になります。リネンキャンバスと呼んでいるのは、まあ、25番手というリネンシャツなどにはあまり使われずに、リネンジャケット、リネンパンツ、ちょっとウエイトのあるものによく使われる、まあ、中肉厚の25番手のキャンバス地を使ってます。で、それを縫製した後に、あの、製品染め、上下2着分の、もう、尺がある、洋尺のある、この1着を、釜で染めていただくと。これも一つ、まあ、リネン素材自体も、綿に比べると、やっぱり染めにくいと言われている中で、まあ、さらにこういう、長尺のこの、分量を、まあ、均一に染めていただくっていうことで、あの、岡山にある国内の、染色屋さんにいつもお願いしているところに、これ依頼して、仕上げていただいてます。もう一つの特徴で、まあ、このトップスの着丈に関しては、ここがあのウエストポイントになってるんですけども、少しこう、長く作ってます。一般的に来るであろうウエストポイントよりもちょっと長さをあえて出していると。なんでこのように、あの、ちょっと絞り込んで、少しブラウジングする。ウエストの腰位置をちょっと高めに合わせる。はい、で、閉じていただいて、少しトップスがこのようにこうたわむというか、少しこの、たぶっとこうたわむような感じのバランスにも切れるようにしてます。それをなしにして、この、ほどいて、そのままこう、ズドンと長い状態。こういうのも、全くおかしくはなくて、こういう着方自体も、おすすめではあるんですけども、だから、後ろ姿がね、これさすがにちょっと気になるかなっていう方もいるかもしれないですけど、なんか部屋でちょっとだらだら過ごしたり、まあ家でなんかラフにリラックスして過ごしたい時に、はい、ここはもうなんか全部開放して、部屋着っぽく着てても結構おすすめな着方ではあるんですね。これ絞って腰骨の上を通過して、ちょっと閉じていただく。これ腰骨この辺なんで、ちょっとこう上に引っ掛けているような感じなんですけど、まあ、これでまあ、ワンクッションつけたり、まあ、これ本当にこの人の体格によってまた変わるんですけど、このワンサイズをもう本当サンプルで着倒してですね、あの決めたこのサイズ感は、ここの調節次第でまあまあはまる方、結構幅が広いかなと思っております。コンフェクトのちょっと特徴的なシャツ襟として、まあ、レギュラーカラーで
この羽襟がちょっとこの小さいんですよね、まあ、幅が狭い。これコンフェクトのなんかシャツによく用いられる襟型なんですけども、さらに、まあ、この襟端のコバステッチとかも、まあ、ない、ちょっとこの縫いのステッチが、まあ、見えないような状態、ちょっとなんで麻のこのなんていうんですかね、このボコボコっとした動きがもうダイレクトに出るんですけども、こういうなんか柔らかい雰囲気の襟っていうのがちょっとコンフェクトっぽさがあるので、まあ、そこをちょっと特徴にしてたりとか、大襟につくこの第一ボタンを閉じていただくと、意外にって言うと言い方おかしいですけど、普通のシャツの襟ぐり一周とほとんど変わらないので、なんかジャンプスーツだからちょっとゆったり作ろうとかもなく、ちょっと本当にシャツの襟型の形もそうだし、まあサイズ感もちょっと踏襲しながら今回作っているっていう感じになってます。ジャンプスーツの着方の一つのご提案として、まあ、これをベースに、まあ、ジャケットとか、羽織を1枚羽織るみたいな感じは、結構おすすめで、まあ、コンフェクトの、羽織るアイテムでいくと、まあ、ジャケットとか、ブルゾン関係、まあ、カバーオールとかね、過去にリリースしたものたくさんあります。オーバーカーディガン、チーゼルのカーディガン、またペルーセーターのカーディガンとか、なんか羽織れるアイテムをプラスワンしていただくと、本当にこの上下インナーとパンツの、もうまとまりが、ついて、さらになんか上着の、まあ、これは素材を合わせずとも、色を合わせずとも、結構ね、スタイルとしてまとまりやすいので、ベースに一つ持っておく、セットアップというか、まあ、ジャンプスーツなんですけど、ベースに持っておく、ちょっとウェアとして、結構おすすめ。まあ、着てるジャケット、ちなみにこれ結構古い2018年の、キモリネのジャケットになるんですけども、まあまあ、なんてことなく、結構合わせやすかったりするので、アームホールね、なんか極端に下げてはなくて、まあ26センチ前後っていうところ、まあ細くはもちろんないんですけども、まあ、コンフェクトの今発売しているようなウェア、あと世の中に、まあ、今、あるような種類のちょっとサイズ感のウェアとは、比較的相性良いサイズ感なので、いろいろ気が重ねていただけたらっていう感じで。これで今日の動画はね、終わりますが、はい、まあコンフェクトのそう、ユニフォームとしてコンフェクトの新定番として、はい、これに脈々と虎視眈々とちょっとこう根付かせていこうと思っておりますので、はい、いつかこれが、まあ、コンフェクトのもうリアルユニフォームになったなっていう動画が撮れたらね、はい、最高かなと思って、今日はねあんまわーわー言わないようにしておこうかなと思います。まあぜひねご覧あれです。もうお店で、あとはオンラインショップでご覧あれということで、はい、はい、これで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。